それではお待たせいたしました、塩タンです。お願いします。皆さんこんにちは、塩タンです。よろしくお願いします。それでは最初1曲目聴いてください。未来に。
かの台風とドカブリで台風とともにね東京からうちは戻ってきたんですけど、そう台風とともにじゃないけど、まあ、合流したって感じでもうねもうやりたいって気持ちで帰ってきてたから、もうすごくちょっとへこんでショックだったんですけれども、こうやってミクスタのねあのスタッフの皆さんだったりね、こうイベント企画してくださってる方がリベンジだって言って組んでくださって、もうすごい大変だったと思うんですけれども、今日はここでこうリベンジで私も帰ってくることができてすごく嬉しいですし、こうやってここに遊びに来てくださってる皆さんがいてとっても嬉しいです。今日は楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。改めまして塩田と言います。最初の1曲目、未来にという曲を歌わせてもらったんですけれども、こちら私が、ちっちゃい頃に、簡単に作った作詞作曲っていうのかな、簡単に作った曲を今日来てくれてますけども、料理長があのかっこよくアレンジしてくださいました。ありがとうございます。私はこちらでねこの曲を歌いたいと思っててすごく嬉しいですでもう1曲、実はその料理長東さんが、作ってくださった私のオリジナルソング出来たてほやほやの曲があります。すごくねコミカルな歌詞を私がつけまして、なんとバレンタインのね曲になっちゃいましたけれども、早めにねチョコをお届けするような気持ちで歌いたいと思います。それでは聴いてください。幸せレシピメルティチョコレート。Keep up.
くなったかな今日はもうお弁当うちさっき食べたけれども、いろいろあるじゃない今日待ってるからここ無限大だからさ今日は全部ね、なんて言うんだろう、これ枯らしてこうじゃないけど完売させてこう、全部食べ尽くしていきましょうはい、じゃあ続いて次の曲歌いたいんですけれども、今日ねサブカルステージなんですけれども、今私は自分で曲とかをねこう作っオリジナルっていうのかな、作ったりして歌うのに力を入れたいと思って、今日はねほとんどオリジナルなんですけれども、聴いてくれたら嬉しいです、そしてね今年サードシングルとして発売したばかりの、中から、コロナでさ、すごい皆さんとやっぱりこう直接こんな距離で歌うことなんてなかったからさ、画面越しにこう手振ってね歌ってることが多かったんです。そういう時に離れててもね、画面越しとかでも一緒に楽しみましょう、音楽楽しみましょうっていう気持ちを込めて作った曲です。合ってますけど、ちょっとそれでは聴いてください、シャーリーダンス。
歌わせていただきました。いやー皆さんたくさんありがとうございます。嬉しい。今日はさ、実は小倉以外からもね来られてる方ね、いらっしゃって、関東からもね来られてる方、めちゃくちゃ嬉しかったりします。福岡じゃない方、ありがとう、嬉しい。ね、うちもね今日はあの小倉に来ましたけれども、もう明日には東京に戻っちゃう、うん、でもこうやってね小倉に戻ってきた時とかに、もうみんな今日懐かしい顔がもうほんとたくさんで、すっごい嬉しい気持ちでいっぱいです。またね小倉とか福岡にもライブしに行きたいと思ってますので、ぜひまたその時遊びに来てくださったら嬉しいです。ということで、まず私のラストソング、まずラストソングまずラストソング、サードシングルより、もうねもうコロナとか嫌なことあるかもしれないけど、ぶっ飛ばせっていう気持ちを込めて、作った曲です。聴いてください。ハレリアダンスイングナイト。ありがとう。こちら300枚限定の、CD を、ね、作ってるんですけれども、ゲットしてくださった方ありがとうございます。残りあとね半分150枚になりました。もしよかったら今日
ありがとう。はい、ということで、今日はね、サブカルステージじゃない、サブカルステージの救世主救世主をお呼びしたいと思います。コラボさせてください、石上昇さん。やっぱりね、サブクルステージという名がついてるからには、ありがとうございます。歌いたい。すごいね、潮田。はい、すごかったね。変わってるじゃないですか。いや、だってほら、あの、やっぱさ、潮田の前だからさ、清掃しないといけないかなと思って。これ清掃です、清掃の一部ですね。パターン1の清掃でございます。ねえ、お邪魔しますよ。いや、めっちゃ嬉しいです。こちらこそ。よし、ではちょっと今日はね、立ち上がったりあまりできなさそうだけど。そうだね、一緒に。そう、あ、あの、なんかさ、ちょっとやっぱさ、ユニットっぽいことしたいじゃん。あ、なるほど。ペプリテ、シュンデンデ、ペプリテンデスみたいな。はい、できますよ。はい、よし、ナポリタン、シオタンで、ナポリタンです。こういうの久々、嬉しい。何も楽しかったです。はい、よし、じゃあ行きますか。行きましょう。はい、それでは聞いてください。エターナルプレイス。この国
Thank you.